聞いたら損する。一個の仕事、まあ、納期があって、うん、どれぐらいの期間でこれを終わらせるかっていうのがあるじゃないですか、仕事って、うんうんうん、その中で、よくありがちなのが最初ダメでかかって、うん、後半死ぬっていうのが、それって夏休みの宿題とかなり似てるんじゃないかなっていう、夏休みの宿題はね、やっぱ早くやる人は優秀な感じするもんね。優秀ですよね。後半にも泣きながらやるのはバカだなっていう感じしますもんね。どっちでした？まあ後半に泣きながらやるね。そうですね、2鉄ぐらいしてね、うん、全部やるっていう、うん、何も身にもならない、うん、いやでも本当にそれが、うん、自分のその行動原理として染み付いてたなって本当今になってやっぱ思うんですよ、仕事でやり始めて。でも今は反省しましたよ、そういうことがないようにしてますよ。そうなんです、それが気づいてようやくできるようになったのが30代になってからなんですよね。20代の時はどっちかっていうと後半、うんうん、あの追い詰め型だったんですけど、うん、でもやっぱその初めのその10期間があるうちの3ぐらいのまでに8割やってしまった後の進め方ってやっぱすごいいいじゃないですか、うんうん、ちゃんと後で考えられる余裕もあるし、そうそう、大体校長に進む時って初動でどれぐらいやったかって大きいですよね、うんうん、大きいです大きいです。そういうことを学校で教えてほしかったなというそ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 う、まあ、ただの、うん、夏休みの宿題が始まる前にこれをやるべきなんですよね、このレクチャーというか、そうだ、ね、進め方みたいな。それが夏休みの宿題は夏休みが入った5日後に出しなさいとか言われたらやる、うん、それは納期が5日後だけ4日目にやるあでもそれ面白いかもね。なんか俺ちょっと思ったんだけど、教科書って1年間分じゃないですか、はいはいはい、あれやっぱ長すぎるんじゃないですか。そうですね、ね、10冊とかに分かれてて、1ヶ月でこれとか2週間でこの1冊をやるために、じゃあこの2週間だったらお前らもういつやってもいいよみたいな、うん、っていうのをやらしてたら結構でも後にやるやつはいるだろうな、うん、その性質はまあ関係ないかもしれない、うん、あそうですね、継続的に毎日続けるというか、そういう癖をつけさせるのが一番理想的ですよね。それ最高だけどね。あそれ難しいですね。これは本当に一番強い、うん、はい、宿題の時間ですシャン、はい、終わり、シャワー行ってこいランニングしてこいザン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 ってそういうのないですか、他に、学校で教えてほしいことか、学校で教えてほしかったなっていうこと。まあ、そうですね、異性とのコミュニケーションは教えてほしかったですね。教えてほしかったかな、大きなお世話だったかもしれないけど、一応教えてほしかったかもしれないです。いや、なんか一つの方法論を知ってるとなんか違うような気がしますね、うん、それ一つ身につけときたかったです ね、座学で座学で絶対モテる3つのテクニックみたいなことになってくるのかな。で、ロープレイヤル。ロープレイヤル。今日髪切った？え、なんで分かったの？みたいなロープレイヤル。みんな言う。クラスの男子がみんな言う。すげえ嫌な学校だな。イタリア人みたいだな。イタリア人に怒られるかもしれない。ああ、女性とも。いや、確かに20代入ってから、キャリアを積んでるみたいに感じることって、はい、仕事にやり始めるようになってからというか、うん、結構あるじゃないですか、うん、その女性のこととかね、はい、もそうですけど、まあ、モテる人は10代からやってるから。あとは家計も問題ありません？この家族に女性がいるとか、僕は上と下にいるんで、わりかし女性と話すっていうのは抵抗はなかった。翔ちゃんはなんかそれ感じる。そうね、翔ちゃんはうまいもんね。本当に俺もう男しかいないからさ、お母さん以外けど怖かったっすけどね姉も妹もヤンキーでしたから。あなんかそれでもこう、俺も姉ちゃんがいるけど、今でもなんか大人になって、例えば、異業種交流会みたいな、よくわかんないですけど、集まりとかに行って、うちの社員ですとか紹介された後に、どうしていいかわかんないんですよ。
あ、男性とかだったら、じゃあ今度また飲みに行きましょうみたいな、そういう話とかになったりとか、うん、ちょっとこう気楽な会話ができるじゃないですか、うん、でも女性だとなんかどうしていいかわからない。わかる。あ、大森さんそうなんですか。そうですね、だから話してるイメージありますよね。そうそうそう、いやいやいや、もうできるだけ話さない感じがように、話さないようにしてますよ。へえ。なんか俺褒めることがあんまできないんですよ。ああ、いや褒めるのってやっぱ難しいですよね。難しいですよ、うんうん、で最近僕もそれを思います。難しくなった、あと言いづらくなったなっていう。あ、それはこのあれ、世の中的な話、セクハラ的なもの、うんうん、まあね。いやでもそれを抜きにしても昔から難かったよ。難しかった。褒めるのってなんかそれを教えてほしかったですよ ね、うん、そういう本当保健体育ってそれを教えてほしかった、うん、本当だ。これなんか実務今でも教えてほしいもん、何が正解か。今だったらいくらでもあるんじゃないですか。そういう教えてくれる会が、なんか教えてくれる会ありそうですね。それ確かに、お金払えば、お金払えばありそう、ありそうです。YouTube で検索してくれる。YouTube でも山ほどありそうです。山ほどありそうです。で、なんか先輩とかが教えてくれたんですよね。そういうの。こうやるべきだよ、みたいな。ああ、そうだ、そうかもしれないですね。うん、だ今考えると、それもうざいなって思ってたんですけど、すごい、よく考えてありがたいなと。メールをくれよ、みたいな。わかります。なんだ。好きなやつの名前叫べよ、みたいな。ほらほらと思って。学校で教えてもらってる。じゃあ、で学校で教えてもらってる。先生は教えてくれてない。先生じゃん。そんなこと教えてる暇ないのか。先生も教えてほしかったんじゃない。あ、なるほど。先生も知らない。そっか。話でいくと、うん、職種をもっと教えてほしかったですね。これはね、これは無理だね、難しいね。いや、だって今でも分かってないからね、うんうん、ですけど、子供ってもう目に見える選択肢めっちゃ少なくないですか。少ない少ない、うん、ゴミ収集者の人でしょ、パトカー乗ってる人でしょとかっていう、もう生活で触れる、生活で触れるもの、ゲーム、ゲーム作る人とか、うん、少ない少ない。だからね、あの夢をがこう絶たれたみたいな感じになっちゃうけど、そうですよね、そもそも知らなかった。うん、確かに確かにね、あ、分かりやすい職業しかやっぱり知らないですよね。先生とかサッカー選手とか、うん、そうですね、テレビに映るやつなんですよね、うんうん、そしたらもう仮面ライダーだからね、うんうん、仮面ライダー職種ヒーロー、ヒーロー、え、仮面ライダーなの。年収いくらなんだろう。仮面ライダーとかになるじゃないですか。あれ報酬もらってんのかな、仮面ライダーの。あ、でももらってなかったら結構やっていけないですよね。いや、たまに襲ってんじゃないですか。あ、なるほど。八百屋とか。ドーンっつって。じゃあショッカー側が八百屋を襲って、八百屋わかんない、銀行を襲って、それを持ち帰ったお金を仮面ライダーが退治して持ち帰る。なるほど。ってことは、間接的に八百屋を襲ってることになる。悪いや。何の話や。それありますね。僕だったらなんか職種ね。職種か。もっと細かいじゃないですか。仕事の一つの作家を取ってもこうなんていうんですかね。こうなあの文字をこうなんですか。あの調べる人とか。うん、あの構成とか。構成とか、うん、もう全然いろんな職種があって。それでざっくり作家になろうと思って作家目指したら実は全然違う仕事やってるみたいなケースもあるじゃないですか。そこも踏まえて仕事なんじゃないかなと思うんですよね。あ、確かにね。なんか IT の人になりたいって言われたらもう滝じゃないですか。めちゃめちゃ幅広いよね。でイメージが違うって言われても困る、採用する側としては。っていうミスマッチはあるんじゃないかなと。そういうことを。ミスマッチ、転職って言ってもね、
どれがそうなのか、うん、もうまだ俺ももしかしたら俺にめちゃめちゃ合う仕事があるかもしれないけど、ね、知らないもんね、うんうんうん、でもこれめちゃくちゃ数があるもんな。そうっすね、うん、学校で教えると他の授業ができなくなりそうだね、うん、ね、ほんとそう、それは確かに、うん、まあうん、それを身に向かって勉強するってちょっとモチベーション上がりません？こういう仕事があって、うん、これそのためには国語がこれぐらいスキルが必要で、あ、算数もこれぐらいやった方がいいとかっていう、はいはいはい、なんかあのボーダーになればいいなと思うんですよね。あ、まあ言ったら目標からこう落とし込んでいくみたいなことができるってことね、うん、俺もでもちょっと一つ真面目な話をすると、うん、学校で教えることっていうのとその自分で考えることっていうのを、うん、分けた方がいいと思って、学校という過ごしてる時間の中でその両方やった方がいいと思ってて、例えばその職種の話をされるじゃない、うんうん、そしたらその職種が自分が向いてるかどうかとかっていうのを一回考える時間っていうのを作った方がいいと思うんですよ、うんうんうん、みんなと話し合うとかっていうので考えをこう自分の中で作っていく期間っていうのを、うん、やった方がいいと思うんですよね、うん、だから映画とかってあの僕は学ぶところがいっぱいあるなと、うん、例えば、まあ、好きなゾンビ映画とかだとあのいつの間にか自分が大衆で自分の意見は強いと思っていたら実はマイノリティで少数派になってしまいましたっていう話なんですよ、あれって。ゾンビがゾンビがもうそこら中がそうあの、うん、多くなっちゃって、うん、自分の方が少数派じゃんっていうことの、うん、を恐れるという話、うん、あで自分も噛まれたらゾンビ化するので、うん、流れには逆らわないんじゃないかみたいなそういう、うん話だったりするんですよ、うん、そうするとゾンビ映画を見て自分が発していることっていうのがさも自分の物語では主人公だから自分の、うんこの世界は正しいと思ってるけど実はめちゃくちゃマイノリティなんじゃないかとか、うん、っていうことを映画を見終わった後に考えるわけですよ、うん、で考えた後に別にどうにもならないんだけどその事象についてはこう深く知ることになるから、うん、覚えるというか、うん、学びが深まると思うんですよね、うん学校の授業って基本考えるっていう部分をすっ飛ばして頭の中に入れようとするから、うん、なぜか覚えられないし面白くもないしってなっちゃう、うんうん、あれですよね国語ってそこを本当は2つに分けた方が良さそうですよね、うん、と思いますね、 ね漢字を覚えるとか文脈を文脈じゃないなそういうね文法みたいなのを覚えるっていうのと、うん、なんか本読んで感じたことを書くみたいな、うん、あったりするじゃないですか、うんはいはいはい、その時にねうん、でフィードバックがないじゃないですかあれね、うん、でテストにしても丸×とかになったりとか、うん、その読書感想文とかを出したとしてもそのフィードバックを得られないから、うん、自分で考えて出したけどみんなはどうなんだろうとかって、うん、もう一個やるべきと思うんですよね、うん、君はこの本読んでこう思ったんだ僕はこう思ったよとそしたらこんな考え方もあるんだっていうそういうプロセスが欠落してるなと思うんですよね、うんうん、確かにね、うん、なんかね高校の時に、はいそれが壊れた瞬間があってあんまりいいことじゃなかったんでしょうけど学級崩壊じゃないんですけどその原告なんですかね高校なんて、はいはいはい、原告の授業の時に若い女性の先生だったんですよ、うんうん、でまあ言ったらすごい気の弱そうな感じの先生で、はい、だから生徒の言うことを、そんなに否定しない、うんうん、そういうの考え方もあるね、うんうん、みたいな感じで全部認めてくれる感じの先生だったんですけど、はい、言ったらねクラスのまあ、その先生を完全に舐めてたところもあると思うんですけど、うんうん、言ったら何て言うんですかねちょっと騒ぐのが好きなやつがいるじゃないですか、はい、でそういうやつがこの、 あの教科書に載ってる物語に対して全然違う角度からふざけて言い始めたんですよ、うん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 、でみんなそれ乗り始めたんですよね、うん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 、で多分これ通常の授業だったらこうじゃなくてこんな感じで落ち着くだろうなっていうところと違うところに行ったんですけど、うんでもその授業めちゃくちゃ面白かったんですよね結局でみんなもそこ白熱していやこのこいつが言ってんのおかしいじゃんみたいなことを言い始めてで先生もそれも全然そんなことないとか言わずに全部認めてくれてあいいこと言うねみたいな感じでやってったらなんかね変な気分になりました今までって国語の授業って正解見つけに行ってたんですけどですよ、ね、違うんだと思って、うんうん、それはねすごい面白い体験したなって思いますね、うん俺も中退したけど大学の授業で、うん、あの村上春樹とか村上龍とかを読むんですよで、何でしたっけ、はいはい、村上龍のデビュー作で5分後の世界
違います。なんだっけな。ちょっと忘れたんですけど、それこうすごい短いんですよ。限りなく透明に近いブルー。あれがデビューなんですね。はい、あれを何名かそのクラスの人たちにみんなに買って読みなさいと。で半分ぐらいが買ってまで読まないよねみたいな感じでだったんですよ。で僕は気になってたからこれいい機会だと思って読んだんですよ。うん、そのめちゃくちゃな話で、うん、もう酒とドラッグとセックスの話、ロックンロールの話で、おおと、なんか俺こう大学で先生がこれを読めと言うんだと思って、そのこと自体にも楽しくて、で、まあ、読んで次の週にね、またその授業に行くと、もう先生がみんなをこう集めた中でどうだった、どうだったって聞くの、なんていうの、ちゃんと提出しようじゃなくて、どうだったみたいな感じで、どう感じたの、どう感じたの、あの漫画どうだったぐらいの感じですね。でそしたら読んでる側は、いやマジ吐き気がしましたよ、気持ち悪みたいな毒を吐く人もいれば、俺とかはいやもうあれね、そういう時代生きてみたかったですよねみたいな、そういう感じの楽な感想を言うじゃないですか。そしたら読んでなかった連中が、えそんな面白いのってなるんですよ。でこう実は読んでなくてみたいな、ちょっと教えてくださいみたいな、で先生ももう得たりみたいな、そういうのいるんだよねっていうことで、ちょっと大森解説してみたいな、でね、これがこうでこうですって、こうですって、やっぱり確認するでしょ、誰かが、いや、そこはそうじゃなかったよとかっつって、でここがこうでとかって話して、勝手に授業がこうなるんですよ。で、先生はこう思うとかっつって、先生もなんか一応意見を言うんですけど、違うとかなるんですよ。いや、そうじゃないと思いますよみたいな感じで、そのままね、その授業終わるの。何も提出しないんですけど。でこう毎週毎週そういうテーマが、じゃ次はこの本って渡されて、でそれもすごい楽しかったの。なんかその授業だけが楽しくて学校行ってたみたいなところがあって、文学の授業だったんですけど、あれ面白かったですね。それすごいよ、いいですね、いい体験ですね。同じ取ってた、ね、友達とかもその授業終わっても引きずるんですよ、その飲み会とかでも。やろうとするんですね、そうすると。あそこってやっぱどう思うみたいな話になるのでわあ青春してるなって感じがしてすげえ良かった。そこは客観視する宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あとね、もう一個ちょっと学校で知りたかったやつがあってですね、それはもう観察っていうのをもっとさせてほしかったと思ってて、で俺最近ホキ美術館って写実画家のやつがあって、大会やってたじゃないですか、20日で終わったんですけど、あれ見に行って、ホキ美術館 その写実絵画っていうのは昔から気になってたんですよ。もうホキ美術館ができますって時からもういつか行こうと思ってたんですよ。だからもうすごい嬉しくて、で見に行って、だから前情報としてかなりの情報を持った状態で見に行ってるから、想像を超えるということはないと思ってたんですよ。思ってたところか、そんなこと考えさえしない。で行ったらもうめっちゃ想像を超えてた。一枚だけどう見ても写真っていう絵があって、でもう近くで見ても絵の具がわからんのですよ。めっちゃ近づくのに？めっちゃ近づくのに絵の具がわからん、めっちゃ写真っていうのがあるんです。一枚そんなことできるんですか？そうなんですよ。でその同じ人が描いたもう一枚、絵も油断したら森っていう絵があるんですよ。森のね、でかいの、でかいの、あの窓一枚ぐらいの、まあ、大きさの絵があって、普通にこう部屋に入って、あそこ森があるんだっつって、こう窓を越えて森に抜けられそうな感じっていうのかな。窓から森が見えるっていう感じ。そう、だから写真か絵かではなくて、もう向こうには森という現実があるっていう錯覚を一瞬覚えるという絵があってね、ゴミさんっていう人の作品なんですけど、で、まあ、他にも優れた作品がいっぱいあるんですけど、でその中に、画家の名前忘れたけど、虫の絵を描いてる人がいて、でこの人が横にコメントがあって、この虫の絵を描くために1ヶ月かかると思ったら2ヶ月かかっちゃいましたと、でおかげさまで虫の気持ちが分かりましたみたいな話が出てくるので、ちょっと意味分かんないけど、その時俺も描く人の気持ちになったんですよ、そしたら緻密に描くから、その対象に対してむちゃくちゃ観察してるわけですよね。でその
あの擬態してるから、この虫がその葉脈に似せてるようなところとか色とか、そういうのをもうすごいすごいこう付き合っていくわけですよ。そういうで、これ模写するわけでしょ。そうなぜこいつはこの形を取ったのかとか、なぜかこいつはこの色にしたのかとかっていうのを、もう長い時間をかけてずっとこればっかり見て、これに気づいていって、多分ね、憑依するというか、で虫の気持ちが分かりましたと、みんなこのプロセスを経てこういう絵を描いてるのかと思って、もうゾッとしたんですよね。で今俺たちはあの情報を、大学でも授業やってる時に情報を浴びなさいって言ってるんですけど、情報が早すぎて一つの対象のことを観察する時間がないんですよ多分。でそうすると本質的なものを見抜けるとか、そういう力がどんどん弱まっていき、こう使い捨ててしまう、こう入ってくる刺激的な情報というのを目から耳から入ってくるのを、もう使い捨ててしまって、で本質的なものを捉える間もなく次々と言ってしまうっていうのに、なんか恐ろしさを感じたんですよ。で名探偵コナンとかいるじゃないですか、あれもあのなんだろう、ちょっとちゃんと読んでないかわかんないですけど、推理って観察から始まるじゃないですか、で観察して情報と見つめ合って、それを分解して再構築したら犯人が分かりましたという話、シャーロック・ホームズがもうアガサ・クリスティだったらそうだと思うんですけど、仕事も結構そうじゃないですか。だから対象を観察してどれぐらい理解したかっていうのは、どうやって再構築したかみたいな話になってくるから、観察力というのがどんどん失われていくことに、なんか 怖さというのと軽薄になっていく世界みたいなのを感じるんですよ、インターネットのせいで。だとね、観察を教えてほしかったな。観察ですか、面白いですね。観察は、徹底的な観察、あのメンタリストの DAIGO っているじゃないですか、あれ YouTube ニコの生やってるじゃないですか、でその一部を YouTube で流してて、それも何かの時にたまたま見たのが、あの相手の心を読むんじゃないんですよと、相手の悩みを読みなさいと、で相手の悩みっていうのはいろんなこうサインで出てるから、こいつの観察だなと思ったんですよね。観察ね、観察しろって言われること確かにまあ今までそんなないんですよ ね、絵を描くときぐらいで、であれですよね、絵を描く、あの言ったら写生するみたいな感じの時もざっくり捉えてますよね。そうですね、どんだけやってもざっくりにしかならないみたいな感じで、結局それぐらいしか見てないなぁ、後で思うんですけどね、それも、当時はもうちゃんと見てるつもりなんです。つもりなんですよね。そうつもりなんですよ。で結構僕らはつもりなんですよ、で人の話もそうやって聞いたりするじゃないですか、ざっくり捉えるみたいな、でそうすると実は全然違うことを言ってたりとか、ありますねっていうのがね、あったりするんで、そうなんかますますねそんな感じになってきたんじゃないかなと思うので、情報が溢れすぎて、で今一度学校でちゃんと物事に向き合って観察するということを教える必要性あるんじゃないかなと思います。話を聞く、これも本当ちゃんと身につけた方がいいんだろうな、ちゃんと教えてほしい不得意ですからね、いやでもこれ本当ね、あの勝手に考えちゃうんですよね、先を、そういうのないですか、あります、予断が入るとか、先をねこう推測するとか、この人はこうだっていうレッテル貼っちゃうとか、こういうのがすごいあって、本当にその人が何を言おうとしてるのかっていうのをちゃんと取られてすごい難しいなって思うんですよ。そうですね、これ自分でも悪い癖ですけど、あのこの人が言おうとしていることを先回りして要約して先にこういうことですよねって言って終わらせる、嫌なやつそれは終わらせたくてそうするんじゃなくて、なんか言葉にできてないなっていうところを、なるほどね、翻訳してあげようっていう気持ちでそういう話をするけど、受け手は違うんだよ、そこじゃなくてみたいな、ちょっとずれてんだよってあるんですよね、やっぱり、だからそういう時はちゃんと聞けてないなと思うし、ちゃんと情報を受け取るって難しいですよね。難しいですね、それはね、こんなの教えられるのかどうか分かんないですけどね、先生すげえ大変だと思う
そうだよね、まあ、けどもう先生っていうの もう外部講師とかもガンガン入れてもいいと思いますよね、それで言ったら、うん、そういうプロが、うんうん、なんか先生に期待してるのもなんかね、うんうん、それなんかもうしんどいかなと思いますね、無理よね、無理っすよ、うん、さっきの授業みたいな感じになってもいいんじゃないですかね、でその教育っていうのが目的があってそこに連れていかなきゃいけないっていうのがあるから、うん、多分管理しなきゃいけないっていう風になってくると思うんですよ、だから黙って聞きなさいと、うん、私の管理下の中でここに進んでいきましょうってなると思うんですよ、うん、自由にやられると管理ができないからさせないってなると思うんですけど、だから目標がなければ、目標がそもそも、ね、なんで一つのところにみんなが向かわないといけないのかっていう議論になっちゃうけど、みんなの価値観みんなバラバラだから、うん、そんなものはとりあえず個人に任せてとりあえず放り込んでテーマを出して、はい、議論っていうのだけでも、うん、要は広げていくってことですね、どんどん世界を、うん、その狭めていくわけじゃなくて、うん、目標に向かって、でもそのベースになる知識が必要なので、うん、暗記型の授業っていうのは一応やる、うんうん、それもすごい重要なんですよね、うん、重要だと思います、うん、